カックラ近大放送カックラ近大放送カックラ近大放送は1975年4月4日から1986年3月28日まで日本テレビで毎週金曜19時30分20時に放送されていたバラエティ番組であるここでは1986年4月25日から同年9月26日まで同局で放送された後継番組 カックラキン決定版。カックラキン決定版についても記す。本番組が生まれたきっかけは、演出の白井宗也が所要で行った大阪で、藤山博美の小畜新喜劇を見たことで、それなら俺は東京新喜劇を作ると思い立ったことだったという。当初はコント55号のなんでそうなるのの保管番組として、1975年4月より、 半年間の放送予定で、坂上二郎、野口五郎、健直子をメインキャストに据えてスタート。その後、半年間、コント55号のなんでそうなるのが放送された後、1976年4月より、同じく、坂上、野口、健のトリオを引き続き起用して、第2シリーズがスタートした。もともと、第2期も、第1期と同様に、 半年間の予定で放送枠を確保しており、秋からはこれまで、コント55号と、約半年ずつ交互に同時間枠で番組を受け持って、きた、堺正明を久々にメインに据えた、別のバラエティ番組を制作する意図があったが、スタート当初から、視聴率も、堅調に推移していたこともあり、秋以降も、正式のレギュラー番組として定着。同番組の継続が決まったため、 堺井司会の新番組の話は流れたが、その大対策として、1977年春で、スケジュールの都合で一旦降板することになった、野口の公認として、同番組のメインキャストとしてを新たに起用。日本テレビ金曜19時後半枠イコール、マチャーキ55号枠の集大成として、話題を集めることになった。やがて新五3夜の中で、日本テレビが支援する。 野口五郎が主役になり、その人柄の良さやタレント性を視聴者にアピールする番組となった。特に、1978年春に、坂井正明が降板してからは、同じく新号三谷の郷ひろみが新たに加わり、1980年代前半にかけて、ほぼ一年後後でメインキャストとして活躍。さらに西城秀樹も時折ゲスト出演し、アイドル歌手が、 メインのお笑いバラエティ番組としての地位を築いていった。また、1980年から起用された高田水江は、同番組でのレギュラー出演を通して、コメディエンヌとしての才能を開眼。同番組出演をきっかけに、1980年代前半にかけて、歌手だけにとどまらないかつで幅広い層からの人気を獲得していった。1984年春から、 番組もリニューアルして長年メインを張ってきた野口五郎、郷ひろみに代わり近藤正彦がメインに据えるようになった。さらに1985年4月にはかつての番組レギュラーだった坂井正明が復帰し、同時に近藤に代わって田原俊彦が出演するようになった。番組開始当初からレギュラーの坂上二郎や車団吉が交番するなどのリニューアルを行った。 1986年3月28日をもって、カックラ近代大放送。としては終了。同日の最終回では、酒井正明がお礼の意味を込めてと言っちゃなんですけどとして、収録当日にスタジオの中にあるセットの品物を観覧客に差し上げようということになったことを発表。酒井が、それじゃ、皆さんどうぞ。 怪我をしないと言い終わる前に観覧客が歓声を植えてステージに殺到しセットの奪い合いとなった。1986年4月25日からは再び近藤正彦をメインに据え番組タイトルをカックラキン決定版に改めた。内容もコントを減少させてスタジオでのトークなどの企画ネタを増やすようになり、さらに番組の顔だったケンナオコが このサイドのリニューアルを機に降板するなど大幅な変更が行われたが、11年間全511回にわたって放送された番組シリーズは1986年9月をもって幕を閉じた。歴代レギュラー陣のうち1984から1986年のメインキャストだった近藤正彦と田原俊彦。 1976年から1977年に出演していた川崎真代は本放送時ジャニーズ事務所に所属しており、近藤は現在でも在籍、肖像権での絡みから再放送は一切行われなかったが、2009年12月から2014年6月まで CS 放送日テレプラスで再放送されていた。ただし、第一回目から放送するのではなく、 前述の黄金期に放送され、かつ現存する回の中から著作権、肖像権上差し支えない回を選んで放送。実質上、傑作戦形式での放送となっている。また、2011年12月より、ファミリー劇場が放送権を獲得し、日テレプラスと同様の傑作戦方式で放送を行っている。放送ライブラリーでは、 1985年4月19日放送文を閲覧することができる。番組名のカックラ金の由来について番組プレゼンテーションでは放送日からカックラ金曜日との説明があった。実際には番組スタッフが使うカグラ坂の料亭に金さんという面白い人がいていつもお客を笑わせていたためその人の呼び名か グラザカの金さんをヒントにしてつけたとされている。演出の白井宗也によると、これは上司の案だったということで上司の言うことは絶対であり、このタイトルに大放送をつけたのはせめてもの俺なりの抵抗と話している。遅れネット曲含む、系列はネット終了時点1986年9月のもの。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。